地震の影響で海底が隆起し、出漁の見合わせが続いていた輪島の海女漁が今朝試験的に再開しました。およそ9ヶ月ぶりに生業を取り戻した海女たちの顔には笑顔があふれていました。午前6時、輪島港には出漁決定の知らせを聞いた海女町磯入組合の海女130人が続々と集まってきました。ワクワクとちょっと複雑な感じですねちょっと雨の後なんで海の底とかもいいのに見えるかなとか。輪島港では海底が隆起したため船が出せず出漁を見合わせていましたが、海底の土砂を取り除く工事が進んだため今回試験的な再開となりました。海女たちは15隻の漁船に分かれて乗り込み、輪島市深見町の沿岸部で岩もずくの漁を行いました。輪島港では地震で冷蔵施設が被災したため、しばらくはもずく漁のみ行われ、サザエやアワビ漁の再開のめどは立っていないということです。午前7時の漁開始からおよそ1時間、試験操業のため1人15キロの制限があるものの、カゴいっぱいにもずくを収穫した海女たちは思わず笑顔があふれます。これだかは本当楽しかったです。よかったです入れて、はい、出れてとりあえずほっとしました。前に、ね、視察で見た時もちょっと少ないなと思ったんですけど、やっぱ実際に入ってみたらやっぱ思ったよりなかったです。みんな嬉しかったんじゃないですかね。キャッ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 聞こえてたんで。輪島の海女漁は今年9月末まで行われ、今日収穫されたもずくは明日県内のスーパーに並べられるということです。輪島の海女漁は7月1日に解禁となりますが、今年はしけや大雨の影響で11日遅れての出漁となりました。今日は海女たちの表情からはほっとした様子も見られましたが、一人当たりの取れる量を制限した試験的な操業で、なりわいとしての本格的な再開の見通しは立っておらず、不安の声も上がっているということです。さて、輪島港の岸壁は底が2メートルほど隆起しました。およそ200隻の漁船が操業できなくなっています。今月5日に開かれた検討会では、現在の位置のまま 2,3 年をめどに工事の完了を目指すことが決まりました。海底を掘り下げる浚渫工事や仮の桟橋設置などの工事は先月末までにおおむね完了していますが、漁業に関わる人たちのなりわい再建に向け早期の復旧完了が求められています。被災地の復旧・復興に向けた作業が各地で進められる中、七尾市では災害復旧などにあたる車両の増加が思わぬところに影響を及ぼしています。伝統産業の立て直しに向け奮闘する職人を悩ますのは揺れです。300年以上の歴史を誇る伝統工芸辰浜建具。その産地として知られる七尾市の辰浜地区にはおよそ15の事業者が軒を連ねます。今はこの上げ下げ障子の中の溝の掃除ということで、のみを立てて溝の掃除をしているところだったんですけど、厚さ数ミリの薄い木材を釘を使わずに組み合わせる特徴の組子細工、職人の熟練の技が光ります。一方、元日の地震をきっかけにこうした精密さが求められる作業にある影響が出ているといいます。結構揺れる。
ーってね震災後のあとものすごい揺れるぐらい大変ね。まあ正直ビビりながら、え、今の地震とかっていう、そういう感覚で仕事をする。辰浜地区では建具屋の多くが国道249号沿いに点在。地震で地盤が沈下したり、アスファルトがひび割れたりした道路に車が次々と通過し、その激しい振動が作業場を襲うのです。国道に面する工房、岡野建具工芸。職人の岡野隆さんは、度重なる振動により木材を加工する機械に影響が出ると話します。やっとったらやっぱり車がね、あの大きいが通るとあのドンとなると、あのここが欠けたりね、あの品物になりません。能登里山街道は七尾市の横田インターと能登里山空港インターの間のおよそ33キロにわたり、輪島方面への一方通行が続いていて、金沢方面へは国道などを迂回する必要があります。このため地震前よりも国道を行き交う車が増えているといいます。地盤が震災で弱ったところに頻繁に、まあ車の往来がほとんどここ通るでしょ、うん、震災後に見回った時はなんとなかったけど、5月ごろは今こう開けてますね。元日の地震で機械がなぎ倒されたり、建物に被害が見られる中、建具屋の多くは2月ごろから稼働を再開。思わぬ揺れの被害に複雑な心境を抱えつつも、伝統工芸のなりわいの再建へ手を止めることはありません。当然ね、みんなまあ一生懸命やってくれてるのは分かるんですけどね、まあ裏も一生懸命やってる中に、まあ困るなっていう時もあるんですけどね、それはしょうがないかなと思いながら、乾杯。限定的な営業が続く七尾市の道の駅能登食材市場では、町を盛り上げようと週末限定でビアガーデンがオープンしています。会場のにぎわいを石川アナウンサーに伝えてもらいます。石川さん。おいしそうなカニ汁、もうね、あたり一帯にいい香りが漂っているんです。さて、私が今日来ているのは七尾市の道の駅能登食材市場です。今月5日からビアガーデンが始まりました。先週末もね、満席だったということなんですが、今日もにぎわっていますよ。ですね、七尾湾で採れた食材を中心にホタテやエビなどね、こちら浜焼きです。美味しそう。ちょっとお客さんにお話聞いてみましょうか。お姉さん、こんばんは。こんばんは。今日どういった集まりですか。会社の食払いで来ました。そうなんですね、はい、どうですか、浜焼き。食材市場がこういう形で再開できてよかったですし、まあ、最高に美味しいし楽しいので皆さん来てください。本当ですね、楽しそうに。ありがとうございます。さて、このビアガーデンなんですけれども、会場には6店舗出店をしています。ただその他にですね、ビアガーデンに来た人にとっておきのプレゼントがあるみたいなんです。見に行きましょう。何ですか、プレゼント。それがこちらです。日本一の七輪、この大きい七輪で焼いた一夜干しを一人一つプレゼントしてくださるそうなんです。大きい。元日の地震でもね、無事だったこちらの七輪なんですけれども、今では復興のシンボルとなっています。今日いただける一夜干しは七尾湾のアジということです。がー、美味しそう。大きい。お皿はみ出して一口いただきます。いい、これもらえるの嬉しいですよね。いただきます。あ、美味しい。旨味が染み出してきます。美味しいです。ありがとうございます。
ここからはお話を伺います。能登食産市場の吉田さんです。よろしくお願いします。よろしくお願いします。今日もたくさんのお客さん来ていますけれども、おかげさまで。ビアガーデンどうしてやろうと思ったんですか？七尾の方も能登半島地震で、被害の方結構大きかったんですけれども、まあ、被害の大きかったんですが、少しでも七尾を明るくということで、こちらの食祭ビアガーデンを開催させていただきました。どうでしょう、お客さんは地元の方が多いですかね？そうですね、今日も地元のお客様が本当にね、多い感じだと思いますね。能登食祭市場は、館内の地割れですとか液状化の被害もまだ残っているんです。これから復興への思いというのはどんなところでしょうか？そうですね、能登食祭市場の方も、地割れ、や、液状化などでね、地震の被害がありましたけれども、こちらの食祭ビアガーデンで、少しでもね能登七尾を活気づけようとして、頑張っていっておりますので、また皆さんぜひ、復興ビアガーデン遊びに来てください。はい、こちらの能登食祭市場のビアガーデンですけれども、金曜日土曜日限定の営業となっています。ただ今週14日の日曜日は営業しているということですので、皆さんぜひ夏の思い出にお越しください。ここまで能登食祭市場から中継でした。こうやってパッとできる、ね、場所があるっていうのは、本当にこう気分もまた、ね、リフレッシュできますし、はい、いいですよね。ここまで中継でした。では次のニュースです。県内最大規模の公募展、現代美術展の輪島展が明日から開かれます。会場には地元輪島市で被災した作家が地震からの復興を願って制作した作品も展示されています。県内唯一の公募展、現代美術展、明日から開かれる輪島展には工芸や書、日本画など6部門の作品35点が展示され、このうち16点は輪島市の作家が手掛けています。漆芸家で人間国宝小森邦衛さんの蘭体小箱は、竹を4種類の編み方で構成している漆芸作品で、今回の地震後に完成させた最初の作品です。輪島市で旅館を営む書家田中京香さん、自宅が重半壊する被害を受け余震が続き不安が募る中、震災からの復興を願って書を書き上げました。負けれない、これはどうにかして、どうにかして立ち上げてみんなの力にもなりたいし、この作品で皆さんにそういったものを感じ取ってもらえればなって。現代美術展輪島展は明日から今月21日まで輪島漆芸美術館で開かれます。この後はお天気、明日は能登を中心に貴重な晴れ間となりそうです。気温は上がり熱中症には注意が必要です。白山市の海水浴場では海の安全を願う神事が執り行われました。白山市の徳光海水浴場が明日海開きを迎えるのを前に、今日関係者が今シーズンの海の安全を祈願しました。白山市の徳光海水浴場では明日の海開きを前に、近くの町内会や警察、消防などの関係機関が出席して神事が執り行われ、シーズン中の無事故を願いました。海水浴場の近くでは今月7日に家族とともに海水浴に訪れた金沢市の32歳の男性が溺れ、その後遺体で見つかりました。海水浴場を管理する白山市は監視員を常駐させるとともに、ロープで囲われた区域以外では泳がないよう呼びかけています。区域を限定させていただきて安全確保した中で、監視員も配置したところで安全対策を図りながら皆さんに楽しんでいただきたいと考えております。徳光海水浴場は明日から来月12日の期間中、午前9時から午後5時まで開放されます。まずは雲の様子です。大陸から本州付近にかけて梅雨前線や湿った空気に伴う雲が広がっています。また南西諸島付近には暖かく湿った空気に伴う雲がかかり、発達した雨雲も見られます。注意報です。現在能登町と七尾市に高潮注意報が発表されています。ご注意ください。
明日朝9時の予想天気図です。梅雨前線が本州の南岸付近や四国、九州南部付近に停滞するでしょう。一方、日本海に中心を持つ高気圧が北日本や北陸地方を覆う見込みです。全国の明日の天気です。九州から近畿にかけては日本海側は晴れ間が出ますが、太平洋側は梅雨前線の影響で雨や雷雨になるでしょう。午前中は激しく降るところがありますので、土砂災害や川の増水などにご注意ください。東海や関東も午後には所々で雨が降り、降り方の強まることがあるでしょう。県内の明日の天気です。明日の北陸地方は日本海の高気圧に覆われる見込みです。香川、雲が多めですが、時折晴れ間の出る時間はあるでしょう。能登は日中は広く晴れる見込みです。日差しの出る日中は気温がぐんと上がり、真夏日になるところがあるでしょう。能登ではおおむね晴れるでしょう。輪島の最低気温は19度、最高気温は28度の見込みです。羽咋では32度が予想されています。喉が渇く前に水分を補給するなど、引き続き熱中症にご注意ください。香川、曇り時々晴れ。金沢の最低気温は22度の見込みです。最高気温は31度と3日ぶりの真夏日となりそうです。涼しい環境を心がけ、適切にエアコンを使用するなどしてください。県内の週間予報です。日曜日から水曜日にかけては曇りや雨のぐずついた天気でしょう。木曜日以降は日差しが戻りそうです。最高気温は30度以上となる日が多く、真夏日が続くでしょう。湿度も高く、体にまとわりつくような暑さとなりますので、熱中症など体調の管理に十分ご注意ください。全国の週間予報です。日曜日から来週の火曜日にかけては東北から九州の広い範囲で曇りや雨のすっきりしない天気でしょう。水曜日以降は晴れるところが多く、もしかすると梅雨明けとなるところが出てくるかもしれません。ここまで天気予報でした。続いてはお隣福井県からワクワクするアトラクションの話題です。堺市のレジャー施設柴又ワールドにこの春オープンした恐竜の森で、期間限定の夜のイベントが明日から始まります。夏の太陽が日本海に沈む頃、不穏な空気が漂う真っ暗な恐竜の森に恐る恐る足を踏み入れると、明日から期間限定で始まる恐竜の森ナイトツアー。全長およそ1キロの森には30種類60体以上の恐竜が配置され、懐中電灯で照らしながら冒険を楽しむことができます。福井県で化石が発見された福井キタンなど地元ゆかりの恐竜も登場。夜の闇が恐竜たちの目の輝きや皮膚の質感を際立たせ、より一層迫力ある姿を感じることができます。研究員が使う作業小屋の中には、柴又ワールドの恐竜の森ナイトツアーは明日から15日の祝日までと、子どもたちの夏休み期間に合わせて20日から9月1日まで開かれます。
いや、リアルで大人の私たちも楽しめそうですね。結構怖かったですよね。怖かったですね。撮影した坂上カメラマンによりますと、日中もいいけれど夜は迫力満点どころか迫力3倍増しと、はい、もう次はどんな恐竜、どんな仕掛けなのだろうと探検隊気分でワクワクしながら撮影しましたとのことでした。小さな子供からそして大人まで、特別な夜の森で太古の恐竜たちととっておきの時間を楽しめそうです。見つけてみ石川の企業。石川を作る企業を紹介する見つけてみ石川の企業。今回は地域密着をモットーに創業87年を迎えた白山市の老舗家具店です。顧客のニーズに応えたいと今取り組んでいるのが、愛犬と買い物ができるユニークな取り組みです。トイプードルのフランちゃんです。ふわふわでとっても可愛いですね。ワンちゃんを連れてゆっくり買い物ができないというお客さんの声を聞いて始まったのがワンワンウィークです。白山市徳丸町のベスト家具ディーファ中川、毎月1回愛犬と買い物ができる特別期間ワンワンウィークを設けています。今年の5月に、大きなワンちゃんのイベントを開催しまして、その際に店内でワンちゃんとお買い物できるのがすごい嬉しいというお声をたくさんいただきました。でそこでこのような機会を月に1回でも設けようと思いまして始めたのがワンワンウィークでございます。ディーファ中川は中川タンス店として1937年に創業。時代の変化に応じて家具だけではなくアパレルや雑貨、食品まで多様な商品を展開し、顧客のニーズに柔軟に対応してきました。ネット販売が主流になる中にあっても、対面販売を重視したり、家具の配送を自社で行うなど、地域密着をモットーに歴史を刻み続けています。ベッド売り場の奥には、なんと個室があるんです。中にはベッドが置いてあります。こちら睡眠集中スタジオです。周りの方の目を気にせずベッドを選ぶことができます。メーカーもあえて伏せているのでメーカーの先入観なしでご自身に合ったマットレスを選ぶことができます。睡眠集中スタジオに体に合ったマットレスが選べるよう体圧測定器を導入するなど、次々と新たな取り組みを続けています。さらに去年9月には駐車場スペースに無料のドッグランを開設。ワンワンウィークと合わせて愛犬家たちに人気を集めています。今までリーファを家具屋さんと思っているお客様も結構たくさんいらっしゃったんですけれども、まあ、初めてこのワンワンウィークを通してお客様が入ってきた時に、あ、雑貨も扱ってるんだっていうお声をたくさんいただきまして、ワンちゃんのお洋服だったり新しい雑貨を見つけることでリーファをより楽しんでいただけるお客様が増えたなと思っております。創業87年、時代の変化に柔軟に対応する顧客重視の姿勢を貫き、歴史を重ねる石川の企業がありました。ワンちゃんとね、散歩というかね、はい、お店を回れるっていうのがね、画期的というか、愛犬家のね、兵藤さんからしたら、はい、嬉しい取り組みですよね。そうなんですよ。なかなか県内にもそういったお店は少ないということで、うん、大きな喜びをお客さん持ってるということでした。家具だけじゃなくてこんなにも多くの雑貨やアパレルを取り入れているのも驚きでした。睡眠集中スタジオはこれまで売り場のベッドで横になって体験しにくいという声を受けて設置されたんですが、実際に体験してみると人の目を気にしなくていいので、はい、しっかりと眠れそうでしたね。そうですよね。はい、地元企業だからこそできる顧客の声を直に聞いて、その時代のニーズをいち早く察知することで家具店にとどまらない店作りをしていると感じました。県立中央病院は今日、禁止管剤1瓶を紛失したと発表しました。大人2人分の致死量に相当し警察に届け出ていますが、現時点で発見には至っていません。
県立中央病院によりますと、紛失したのは筋弛緩剤50ミリグラム入りの瓶で、静脈に注射すると大人2人分の致死量に相当します。筋弛緩剤は普段薬品倉庫内の鍵のかかる金庫に保管され、看護師が手術に応じて必要な数を手術室に運び、未使用のものは金庫に戻しています。職員が今月8日の午後5時半に数を確認しましたが、翌日の午前3時には一瓶少ないことが発覚しました。病院では午後5時半から翌日の午前3時までに11件の手術で筋弛緩剤が使われていて、院内を探し職員への聞き取りを行いましたが、現時点で見つかっていないということです。県立中央病院はチェック体制を徹底し、再発防止に努めるとしています。今日午後、七尾市で木造住宅と納屋が焼ける火事がありました。怪我人はいませんでした。今日午後3時50分ごろ、七尾市中島町に住む小池義則さん82歳から火事ですと消防に通報がありました。この火事で木造2階建ての住宅と隣接する納屋が焼け、火はおよそ2時間半後に消し止められました。警察によりますと、小池さんと妻に怪我はありませんでしたが、煙を吸い込んだため念のため病院に運ばれたということです。窓開けてやったのか、網戸で燃えたのか、流しからぼーっと泥の方にピャーっと。現場は七尾市の市街地からおよそ8キロ離れた山沿いの集落で、警察と消防は明日実況見分を行い、火元や原因を調べることにしています。小学生の甲子園と呼ばれる学童野球全国大会、県代表として出場する西南部サンボーイズが今日北陸放送を訪れ、全国大会への意気込みを語りました。北陸放送を訪れたのは金沢市の学童野球チーム西南部サンボーイズの19人の選手たちです。西南部サンボーイズは2009年に全国制覇を果たし、今年は堅い守備と機動力を生かした野球で県大会を制して14年ぶりの全国大会出場となります。チームが挑む高円宮支配全日本学童軟式野球大会マクドナルドトーナメントは、全国1万1000チームの頂点を決める小学生の甲子園と呼ばれています。大会は神宮球場をメイン会場として来月15日開幕です。先輩たちが、全国制覇をしているので、自分たちもそこの目標に向かっていきたいです。全国大会でも、最後は歓喜の涙をですね、流せるように、チームとして、やっていきたいと。絶対やっちゃー、やっちゃー。さて、あさって日曜日14日ですが、大相撲名古屋場所、いよいよ初日を迎えますね。大の里関は元大関の御嶽海と初顔合わせということですが、初日頑張ってもらいたいですね。ではまた来週です。